さあ日本の2勝そしてロシアの3勝本当に一進一退です、はい、白黒白黒本当にこの勝ち星が一進一退続いています。ロシアは3勝です。ポイントで言いますとロシアがわずかにリード。さあ日本の73キロ級は阿波野康弘です。ロシアのザレツキーとの対戦を迎えています。これが副将戦です。いやそれにしても井上さん、はい、ここから73キロ級の阿波野そして大将が西岡です、はい、若い2人大学生の2人がこのメダルの行方を握ることになりました、はい、非常にプレッシャーのかかる勝負だと思いますがこれからですねでも戦っていくにはですね世界とですね、こういう経験というのはとても大事になってくると思いますから、はい、ここは抑え込んでいこうという阿波野。斉藤ヘッドがこの大会が始まる前にこの選手を注目してくださいそういったのがこの筑波大学の2年生阿波野康弘です。男子最年少の20歳。やはりこの3位決定戦は僅差の勝負になります。わずかにポイント2つそして勝敗数では日本は1つリードを許しています。相手のザレツキーもロシア国際で優勝経験を持っています。日本選手とも相性がいいというこのザレツキー。まずは1分経過奥を叩いてきます。背中を取ったやや半身の体勢青い柔道着日本のアーノがやや下がるような形になりました。ザレツキー選手はとても力が強いですしまた変形なんですね、はい、ですからあの日本人選手にとってはとてもやりづらいタイプなんですね、はい、なるほど。ただ阿波野が評価あっとここもうまく透かしていきます。その阿波野の評価の高さというのは日本人がやりやすい外国人選手とうまく戦えているという斉藤ヘッドの期待があります。あーエグサがもうがっくりという感じ。さあその先輩の無念の思いを若い2人ここからは阿波野そして西岡この2人がエグサの無念を銅色の輝きに変えてくれるかどうか。若い2人に託された日本男子の将来です。前に出ますちょっと待ってこっち内場さん、はい、ここまで阿波野の戦いどうでしょう。そうですね釣り手を持ったら背負い投げに入れるっていう、あの自信もあるでしょうけど、はい、ちょっと釣り手を持った時に前を詰められてるんで、はい、ちょっと場所を考えてさばいて。あなるほど間合いを取った方がいいですね、はい、場所を変えられている。ここから今取りに行きますけれどもこうやって今逃げていきますが取った時の場所もあまり良くないということですね。前が詰められてるんですよね、やはり日本のこの柔道の特徴でもありますが2本きっちり持って投げる。ですから外国勢は持たせないということを念頭にやってきました。この研究の成果です。この状態ですよね、はい、詰められちゃってるんですよね前を。自分の間合いで戦えていないんですね。阿波野選手の釣り手がちょっとでもこの伸びた状態になれば間合いが取れて背負い投げが入りやすくなるんですけど、はい、しかも回った状態で詰められてますので。さあ日本の副将の阿波野に対して指導が来ました。さあ日本追い詰められました。このザレツキーとの試合阿波野が敗れますと日本は銅メダル獲得なりません。引き込んでいきます。わずかに効果のポイントまだ時間は半分残っています。うまくこのザレツキーに間合いをコントロールされているようなそんな感覚があります。筑波大学の2年生直線的な動きしかやってないのでもっと左右に揺さぶったりですね、はい、すると相手が動いてくると思うんですね、はい、そこにまた背負い投げ足技が効いてくるんじゃないかなと思いますので、はい、この試合引き分け以上が必要な日本です。少なくとも引き分け大将戦に持ち込むかどうか。この試合敗れてしまいますとその時点で日本のこの団体戦のチャレンジは終わってしまいます。メダルに手が届かないという結果で終えてしまうことになります。待ての声がかかります。残り2分を切ります。穴井が、宇根田が、そして小野がこの表情、敗れた江草が先輩たちの無念を一身に背負ってというこの若い20歳の阿波野また背中を取る。左右に揺さぶりたいという高生さんの解説です。ややここは真正面から向かっている感じがあるでしょうか。逆に腕を狙っていきます。そして体をコントロールしながら時間も使ってというザレツキー。
今の背負い投げなんかも入ってるんですけど、やっぱり間合いが詰められてるので、はい、相手の股の中に入りきれてないんですね、はい、さあ前に出ていきます。1本そして2本両方持ちますが、いいところは持てません。逆に積み返し、あるいは巴投げという下に突っ込んで、ここは時間を使おうというそんな意図もあります。わずかなポイントですが、このまま終わってしまいますと日本は敗れてしまいます。攻めるしかない。20歳の阿波野、世界へのチャレンジ。さあ半身の体勢、自分で引っ込んでいく、投げ飛ばすことができません。日本はここまで2勝、そしてロシアが3勝で迎えた副将戦です。そして効果のポイント1つ、日本はロシアにリードを許しています。待ての声、さあ待ての声がかかって場外でしょうか。このままですと日本はこの大会メダルに手が届かない。日本男子にとって茨のこのロンドンへのスタート、さあ残り1分を切っています。なんとか技を出したい。そこで動いて、はいですね、ここから強引に強引に引っ込み、世界の一本勝ち。見たか世界を、これが伝統の力。二十歳の阿波野が日本の窮地を救った。あの背負いがハマると強いんですよね。本当に最後は強引に持っていきました。内間さん、改めてこの背負いです。そうですね、まあ、1本取れたから良かったけど、もっと足技使って、ね、危ない状況を作らないというのが大事ですね。なるほど。しかし日本これで3勝3敗、さあ大将戦に持ち込みました。